こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F-35B ステルス戦闘機の登場で、軽空母に艦載可能になった。また日本でも、護衛艦出雲、夜加に艦載する予定で出雲は、現在改修工事に入っている。米国でも、強襲揚陸艦を F-35B ステルス戦闘機に艦載機を変更している。英国のクイーン・エリザベス空母にも F-35B 戦闘機は艦載される。原子力空母でのステルス戦闘機配備が遅れをとっている中、中国でも空母にステルス戦闘機を艦載する計画は当然出てくる。注目はその艦載されるかもしれないステルス戦闘機の存在。では、その気になるステルス戦闘機の正体が見えてきたので詳しく話していきます。やはり似ていると感じたんですが、2020年9月7日、突如として中国の SNS 上に新型の戦闘機 J20 戦闘機に続く同国内で2番目のステルス機となる FC-31 戦闘機のテスト飛行中とみられる画像がアップされ議論を呼んでいる。この中国の FC-31 戦闘機、これまでも幾度か中国国内で開催された。航空ショーなどにおいて大型の模型などが展示され、これまでの中国側の説明によれば海外輸出向けの機体とされてきた。今回公表された FC-31 戦闘機の画像からは、初登場であった2014年時点と比較してもより一層アメリカロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2戦闘機に似た外観となったことが見て取れる。これまで中国のステルス戦闘機といえば一機主目の J-20 戦闘機がよく知られており、2011年に初飛行した同機は2017年から実戦配備が開始され、現時点ではおよそ50機が収益中止めされている。J-20 戦闘機は全長が 20.3 メートル、全幅が 13.88 メートル、全高が 3.94 メートルと大柄な機体で、双発の機関部とカナード翼を備えているが、航空母艦艦載機としては大きすぎるとも指摘されてきた。そのため、FC-31 戦闘機は輸出を目的とした機体だと、中国側はアナウンスしているが、同国がカタパルト装備の国産航空母艦の建造を進めている点から、その艦載機ではないかとの声が再燃してきている。ただ昨年2019年の夏頃には、香港のサウスチャイナモーニングポスト紙は、中国軍の意向は J-20 戦闘機を航空母艦艦載機用にサイズダウンさせた機体の開発だとも伝えており、これが従来の見方だった。これはすでにステルス戦闘機として実戦配備中で、運用実績のある J-20 戦闘機を回収した方が確実かつコスト的にも抑えられるという見方だと思われるが、言うほど容易ではないとの指摘もある。仮に J-20 戦闘機を航空母艦艦載機とする場合には、全長を切り詰めることになると思われるが、アメリカの FA-18 戦闘機の
約18メートル、FC-31 戦闘機の約17メートルと比べれば、2から3メートルも差がある。現在、アメリカが航空母艦艦載用に準備している F-35 ライトニング2戦闘機の C 型も、通常滑走路使用の A 型、短距離離陸、垂直着陸の B 型に比べて最も、開発に時間を要したことで知られている。これは、機体の強度や、特に着艦時に要求される低速飛行時の安定性を得るため、主翼は、元より、垂直、水平尾翼の面積まで改修が必要だったためで、航空母艦での戦闘機運用にノウハウがあっても、そうした状況だった。そのため、そもそも、カタパルト自体を、一から独自に開発することになる。中国海軍が、果たして、J20 戦闘機を艦載機とするための改修まで同時並行で、行えるのかには、少なからぬ疑問が投げかけられている。さらに、これは J20 戦闘機に限った問題ではないが、搭載する機関部の国産化にも、主として耐久性の部分で課題がクリアされておらず、このため、既存の J20 戦闘機自体の生産も遅延していると見られている。こうした状況下で、2020年の3月には、アメリカのメディアが中国空軍仕様のカラーリングが施された FC-31 戦闘機が登場したと報じ、このことが同機が航空母艦艦載機となる可能性にも通じると解釈された。ここで確認された FC-31 戦闘機の仕様は、全長が 16.9 メートル、全幅が11.5 メートル、最大離陸重量28トン、航続距離約1250キロ前後と推定されており、大きさ的には確かに航空母艦艦載機に当てはまる。FC-31 戦闘機は、先の J20 戦闘機との補完関係、つまりはアメリカ空軍で、いうところの、F-22 ラプター戦闘機と F-35 ライトニング2戦闘機のような組み合わせ運用を想定したものとの憶測も出されている。また、カタパルトを装備しないスキージャンプ式の航空母艦用に配備されている J-15 戦闘機との同様な補完関係に位置づけられるのではないかとの見方も一部には散見される。しかし、中国軍の高官や FC-31 戦闘機の開発設計者自身が、中国軍向けではなく、あくまで輸出用との見解を示しており、アメリカが F-35 ライトニングに、戦闘機の売却を承認しない国に向けた機体との線が濃厚だ。少し前の話だが、2016年時点では、中国の国営英字紙チャイナデイリー紙は、FC-31 戦闘機の機体価格を約82億円程度と報じ、高価な第4世代戦闘機の市場を狙ったものと報じていた。これが、2020年現在でも同様であれば、確かに高額な第4世代戦闘機よりも、一つの選択肢として、兵器としての有用性、費用対効果を考え、さらに、アメリカとの関係性から検討する国が出てくるかもしれない。ただ、これまでのところ、FC-31 戦闘機の購入先として、名の上がった
パキスタン、アルゼンチンともに購入を確定したとする情報はなく、検討段階から先へは進んではいない状況のようだ。